腰のね、パーツの組み付けと同時に足の部分も、組んでいって、下半身がね完成するという流れになっていくと思います。まずはこの足のね付け根をここにグッと差し込んでいきたいんですけれども、差し込むのと同時にこのねこの配線をこちらがね前なんですけど、前から後ろ側にねこの穴が穴というか、まあここに配線を通す箇所があるんですけども、ここにこう通しつつこうグッとね通しつつ足を差し込むと、何気にここちょっと難しいな。線を通して前から通して後ろにこう逃がしつつ足をね差し込むと、よいしょ。これねまあしょうがないですけどね、硬いんですよね。どうしてもパーツが重かったりっていうのがあるので、かなりね、今ですね、これね、ここにね、つけようとしたんですけれども、ちょっとね、この辺のパーツがポロッと外れちゃったので、これ、こう、組み付けるときは、ユニコーンモードですね、サイコフレーム露出しないユニコーンモードの方が、結構ね、横からの力には頑丈なので、この状態でね、組み付けないといけないですね。それでもう一度、この前からね、線を通しつつ、差し込んでいくと、よいしょ、硬い、よし入った。でもう片方もですね、これも、線を通しつつ付け根を差し込むと、よいしょ。そしてこのね腰の後ろ側からこの、ね、ユニットを組み込んでいくんですけれども、これね線が2本、ね、出てる方が上で、これを差し込むと、でこの2本をこっちのね両足、右足左足に接続していく感じですね。ギュッと入れ込まないといけない。入れ込んで、入ってんのかな。よし、入れ込んで、そしてここを接続と、でこちら側も同じように、難しいな。よし、で配線をちょっと整理しないといけないですね。でこのここの部分ですね、この部分にこのユニットのねこの接続部分を隠さないといけないですね。うわ結構大変だな。で配線をピンと張ると、ここにいいのか、こっちか、よし、よいしょ。でこちらも同じように、そしてこの後、この辺のね外装をくっつける前に、上半身ですね、上半身と接続することになってますね。そっちもちょっと準備しないといけないですね。ということで、上半身のパーツ、持ってきました。でこれを差し込まないといけないです。上半身とねこの腰の部分のパーツをグッと合体させて、そしてこの腰の部分から来てる線と上半身、ね、胴体から来てる線を接続します。よいしょ。でここに隠せばいいのかな、隠せれる、おどうするのかな、このままでいいのかな。
あ、ここでね、ちょっと点灯チェックを行ってくださいというふうに、ね、いろいろ組み付けてますので、まあ、線がね断線してないかどうかっていうのを確認しないといけないみたいですね。で、制御ユニットをちょっと出さないといけないですね。でまだね、組み付けてないね、接続してない LED ユニットあるんですよね。あの手の部分とか、あとバックパックの部分とかね、多分まだなんですけれども、この状態でもねチェックができるみたいですね。これでいいのかな。これをこっちか、これを差し込んでつくのかな。今ね点灯チェックを行ったんですけれども、全部ですね、今のところ今組み付けたところは全て、ちゃんとね光ってくれました。で光った様子はですね、まあ、全部ね、まあ、あとは頭とバックパックと両手ですね、まあ、とりあえず本体ね LED ユニットが関わるところが、まあ、全部組み上がった状態でちょっとね皆さんにはお見せしようかなと思います。そして全ての配線ですね、このちょっとねこの腰の後ろの部分はねなかなかちょっと配線がごちゃごちゃしてますけれども、この辺しっかりちょっとね線をちゃんと逃がすべきとこから逃がして、難しいな、よし。そして、上からこれで蓋をします。よしよし OK。 これねこの辺やっぱ雑にすると線をね挟んで切れてね切ってしまったりすると思うので、慎重さが大事ですね。やっぱりねパーツをかぶせることによってしっかりねこの辺のごちゃごちゃの配線もねやっぱ隠してくれる仕組みになってるんですね。本当によくできてますね。そして今度はねこの後ろの部分をね接続していくんですけれども、ここにもねこの LED ユニットですね、ここをカチッと装着して、こちらのパーツですね、これで上からこうガチッとねこういう感じでね押さえて、これもこうカチッとねこの部分にパーツも差し込んでっていうところみたいですね。なかなかねなかなか大変ですよ。ここもちょっとねカメラでねちゃんと撮り切れるかどうかは微妙ですね。あーちょっとねちょっとどうやるかこう撮りづらいというか、多分ねアングル的にね難しいかな。こういう感じなんですよね。これはね、これは大変だぞ。よし、よし。あ、思ったより簡単だね。やっぱこういうこんな感じですね。こう入って、ここねユニットがあって、こうパーツで差し込んで止めて、また出すという感じですね。やっぱこういうねカバーのねパーツがあると配線もね。楽ですよね。線をねこう這わせていくっていうよりはまだマシですね、まあ、ただねまだマシっていうぐらいのレベルではありますけどね。向き合ってるよね。あ、向きが逆っぽい。ちょっと外してこっちだよね。この緑の方が上を向かないといけないのかな。うん、このねこの緑の方をカバーするような後方をやらないといけないですね。さっき僕逆にしてましたね。こうやってもうこっちから先がいいか。こうかこうだな。でここに。よし、固定と。して、よし、OK。で、反対も同じように、これか。緑の方をカバーする感じですね。こうか。こうやって、うん。そして、ここに、カチッと固定して、で差し込むと。
よいしょ、ちゃんと取れてるかな、ちゃんとねちょっと取れてるか分かんないですけど、こんな感じで後ろは装着できました。で今度は横の部分ですけれども、こちらも同じですね。これで緑色の方をかぶせる。よし。で、なんかスカってるけどいいのかな。で、よし。あ、はめ込むとガチッと固定されますね。これで、OK と。配線どうにかならないのか。そして反対側もまずかぶせて固定と。よし。で差し込むと。で配線はなんかこれを上に持っていけって書いてあるんですよね。よし、こんな感じ。これちょっとは目立たなくなる感じですかね。そして最後、前の部分、これをまだこれで固定しようかな。これかぶせてここにカチッとやって、ごめんなさい、ちょっと見えてないですね。このユニットにこちらのねパートをかぶせて、ね、形はしっかり合うんですよね。かぶせて、そして固定と。よいしょ、よし。そしてちょっと線を乱しつつ、よし、接続。よっしゃ。で今度はこちらも、これかぶせて、よし、うわ、ずれる。かぶせたまま、よし、よし。でちょっと線を逃して、よっしゃ、あー、組み付け完了。作業の方はですね、そこそこ多分編集するので時間はねそんなにかかってないようにひょっとしたら見えるかもしれないんですけども、結構ね手こずっちゃいました。ただね、手こずったんですが、なんとか、無事にですね、もうこの辺ねちょっとボロボロですね。よいしょね、ちょっとね上見えてないですね。こんな感じに、この腰の部分、組み付け完了しました。ちょっとね、腰の部分だけユニコーンモードになってますけれども、こんな感じですね。いやー、本当にね、やっぱり配線しつつなんでですね、なかなか、普通のね、ガンプラの組み立てのようにカチッカチッカチッという感じにはいかなかったですし、今回ね、腰の部分だけ作ろうっていう当初はね、そういう予定で始めた動画だったんですけれども、上半身ね、この胴体の部分と足の部分、こちらもくっつけて、ちょっとね、こう中途半端な形状ですけれども、こんな感じになりました。でちょっとね助かったのがこちらですね、制御ユニット。これをねまだね手の部分とか頭の部分とかねこう接続してないんですけれども、この状態で点灯チェックができるっていうのはね非常にいいですよね。この辺ねちょっと足の部分とか配線ね結構きつい感じで取り回したので、ひょっとしたらね断線したりしたらねちょっと悲しいなっていう感じなんですが、一応ね現状でチェックしたところ全ての部分ね、光ってくれました。でね、まあね、どんな感じに光るのかっていうのね、ちょっと気になるところではありますけれども、光る姿っていうのはね、全部というか、この光るね、LED に関わるところが組み上がった状態なので、あと腕と頭と、バックパックですね、この部分を全部、組み込んだ時に、ちょっとね、点灯テストっていうか、まあ、点灯式っていうのをね、やってみたいなと思います。でね、腰の部分はね、もう足をね、組み付けてますので、このね、アングルだとね、こう、ほとんどに切れちゃうんですけども、こんな感じにね、まあまあ、パーフェクトグレードというところで、
かなりねデザインはこういい感じに、ね、なってますよね。うん、それで今回組み立ててて良かったなと思うところがここなんですよね。ちょっと見えにくいんですけどね。ですね、この部分とこの部分ですね、塗装してるんですよね。で、これはね、この周りの部分だけを塗装して、ここね、ライトガンメタル。で、こちらは周りがライトガンメタルで、この中がね、シルバーですね、アルミシルバーで塗装してますね。で、やってみてなんですけれども、これね、そのままだとこうフレームの部分、ね、この辺の膝とかのフレーム部分と同じ色なんですけれども、こうやってね、中と外と色が変わってるっていうのは結構ね面白い感じにできたんじゃないかなと思います。で、今思えばね、こっちのこのね中の部分もこのね部分と合わせてシルバーでね、アルミシルバーとかで塗装しておけばよかったのかなと、ちょっとね今になってね組んでみて、思いました。ただね、この状態でもまあちょっと金属っぽい色になってますので、よかったんじゃないかなと思います。で、腰の分の全体像に関しては、こんな感じになってます。ということで、だいぶね、このパイロットグレードのねユニコーンガンダムも完成に近づいてきましたけれども、まだまだかな、まだまだいろいろね作業はあるんですが、次回は腕の部分ですね、腕の部分の、制作に入っていきたいと思います。なんかこうやって見るとねトロフィーみたいですね。いやー、でもね、なんとか無事にね、組み上がってくれてね、ほっとしました。ちょっとね、配線手こずりそうだなと思ったんですけれども、無事にね、点灯チェックも済みましたので、よかったです。で、ちょっとね、これね、ユニコーンモードなので、デストレイモードにちょっと変形してみようかな。よいしょ。なかなかね、この変形作業もね、こう物がねでかいので大変なんですよね。よし、これで変形完了ですね。こんな感じですね。こんな感じちょっとねカメラで、ね、横になってしまいますけど、こんな感じですね。このね、やっぱ緑色のねサイコフレームっていうのもね結構ね、やっぱりかっこいいですよね。で、やっぱユニコーンね、ガンダムユニコーンの中でも、ね、最後の方になってできて、やっぱバナージがですね、いろいろ成長した時のこのね、最終決戦の時のサイコフレームの色なんでですね、このね緑色のねサイコフレームの色を見るとね、ちょっとなんかこうガンダムユニコーンっていう作品のね、ちょっとこう全体像もね、こう思い起こされるというかですね、ちょっと感動的な感じには、なってきますね。でね、最近、こんな感じでね、このおまけっていうのをね、動画の後につけてますけれども、どのくらいの方がね、この、本当にこの最後までね、動画にお付き合いいただけるかどうかっていうところなんですが、ここまでね、ここまで見ていただいているので、ちょっとだけね、この点灯テストというか、ちょっとね、不完全な、状態なんですが、どんな感じに光るかっていうのも
少しねお見せしようと思います。完成までねこう全部パーツがつくまで見たくないっていう方はねここで動画閉じてください。でこんな感じですね、まあ、こうがいいかな、まあね、先に見せてしまいますしちょっとね部屋も明るいので綺麗に、ね、光るっていう感じではないです。ですが、まあ、点灯チェックの、ね、雰囲気というところで、今からねちょっとスイッチを入れたいと思います。それではスイッチオン。ちょっと待ったらね光ってきますのでもう一回かな。あ、このスイッチがね、スイッチがこれメインスイッチがオフになってました。気を取り直してもう一度、これ見たくないっていう人は動画をね閉じてくださいね。動画のね、まあ、バツ印でもいいですし、まあ、他の動画でもいいのでそちらに行ってください。で、こうちょっとね不完全な感じでもちょっとだけ、ね、見てみようという方はこのまま動画をねお付き合いください。それではスイッチオン。もう一回かな。よいしょ、ほら、おお、来た。こんな感じなんですよね。美しいですよ。うん。で、本ちゃんのね、本ちゃんの点灯式の時は部屋もねちょっと暗くして、まあ、ユニコーンモードの時からこう光らせて、で。このねデストロイモードになったらどんな感じになるかっていうねのもね確認していこうかなと思います。でこのね点灯チェックの、様子というのは、まあ、最後までね動画を見ていただいた方の、おまけ、本当おまけですね、おまけという感じなので、まあ、できればねコメント等ではね書かないように、お願いします。なんかね綺麗なエメラルドグリーンに光りますねみたいなことをね絶対書かないよね。これフリじゃないですよ。書かないようにお願いします。まあ、本当ね、最後の最後まで、動画にお付き合いいただいてる、方への、まあ、特典映像みたいなね。まあ、特典ってことでもないですけどね。そんな感じでよろしくお願いします。